皆さんこんにちは、のりこチャンネルへようこそ。今日はですね、週末2つ違う公演を違う街に見に行くので、その Vlog を撮っていきたいと思います。今日はですね、私がもともといたビーレフェルドの劇場のプレミアがあります。昔一緒に踊っていた同僚が踊っている姿を見ることができるので、とても楽しみです。ブランシュワイクからも6人のダンサーが一緒に見に行くので、すごく楽しみです。日曜日はですね、私たちがのプレミアがもうすぐあるので、そのマティネがあるんですけれども、その後に急いでですね、ゲーゼンキーヒャンっていうところに行って、昔ね、私がヤスミンバールドムカンパニーで踊ってたんですけれども、その振付家ヤスミンさんが、ミアダンスカンパニーの方に振付をしているということだったので、それを最近ね知って、これはもう十何年ぶりに会いに行かないといけないなと思ったので、急遽、ゲーゼンキーヒャンまで行くことにしました。ここからだとね結構長旅になるんですけど、初演のチケット手に入ったので、そちら見に行きたいと思います。超楽しみです。ということで、週末、鑑賞三昧の Vlog 行ってみましょう。レッツゴー。ヌイレベル来たよ。あんまり、あ、赤ちゃん来ました。ウェルカムバック。They are here. Yeah. 朝早起きして着いたぞ。誰かいると思ったら私が一番みたい。やばい。あと10分でウォーミングアップなのでやばいっす。迷路迷路。本当シアター迷路。そんな、こっちじゃないな、もう一個上。ああ、なんで階段多いんだろう。違った。こんにちは、こんはい、今ですね、ゲーゼンキーヒャンに着きました。1時間後にですね、公演が始まるので劇場を迎えたいと思います。天気はあまり良くないのですが、なんとか電車遅れなくてよかったです。今日は日曜日なのですごく、静かです。街の中が、ここ教会、あまりね、ゲーゼンキーヒャンの街は正直言って綺麗っていう感じがしないんですけど、でもですね、ゲーゼンキーヒャンはですね、ダンサーとか、あのスペシャリストが怪我した時のリハビリテーションセンターみたいなのがあってですね、この町のセンターになっています。なのでダンサーとかで怪我してリハビリをしたい時に結構ここに来て、そのリハビリセンターの手術を受けるっていうことが多いみたいです。私はね、ラッキーなことに怪我したことないので、そういうの調べる機会がないんですけれども、すごく有名ですね、ドイツの中では。こういうね、ちゃんとシステムがしっかりしてるっていうのもやっぱりさすがドイツだなって思います。はい、劇場が見えてきました。この一番奥にあるやつですね。今回もですね、お友達が安いチケットを用意していた、くれたので、それをで見に行きます。すごく楽しみです。ここの、ダンスカンパニーの作品は2回ほど見たことがあって、素晴らしいカンパニーなので、いや、ヤスミンさんがどんな作品を作るのかっていうのがすごく注目ですね。はい、ここがシアターになります。すごいモダン的ですよね。ちょっと変わってる感じ。今日は大きい、大劇場でかな、やるのかな。友達やね。
この子にチケットもらった。すげえかっけえな。はい、これになります。ジャスミンバーリの楽しみ。すごい、リハーサル映像とかあるのすごいね。あ、楽しみ。これ休みの写真。いよいよヤスミンの作品です。楽しみです。わー、終わりました。見えるかな、見えないか。シアター、まだ人いっぱいいるんですけど、電車をちょっと乗らなきゃいけないので、最後まで残れませんでした。いやー、ヤスミンのピース、さすが。彼女すごくポエティックで、もうそれが本当大好きなんですよね。ちゃんと物語があって、なんか久しぶりになんかそういう舞台見て、あー、やりたいって思いましたね。彼女とも多分十何年ぶりに会って、でも変わってなくて、すごい温かく迎えてくれて、また機会があったら何かできるといいねって話もしたんですけど、なかなかね、彼女イギリスで活動されてるのでめったにチャンスが湧かないんですけど、いつかね、チャンスが回ってくるということを信じて夢見ていきたいと思います。いや、めっちゃ良かった、本当に。ホテルに着きました。今日はですね、ゲーゼンキーヘンからブランシュバイグまで、帰るのは電車が、かなり遅くなってしまうので、ドルトムントのホテルに泊まって、明日ゆっくり帰りたいと思います。今日はね、朝マティネがありまして、そしてこっちね、長旅してきたので、もう足がパンパンだし、めっちゃ眠いので、お風呂入って寝たいと思います。はい、ということで今回は、週末、公演三昧ということで、ビレフェルドのプレミアと、ゲーゼンキーヘンの、プレミアを見てきました。10年以上昔に一緒に働いた、振付家の方に再会できて本当に嬉しかったです。こうやってね、これからも縁を大切にしていって、自分がやりたいと思ったことや、この人についていきたいって思った人には、きちんと自分から行動を起こして、コネクションをキープしていかないといけないんだなということを再確認いたしました。はい、ということで週末公演三昧、かなり微妙なブログですが、見ていただきありがとうございました。こうしてね、ダンサーとしてもいろんな公演を見て、いろいろ吸収して、自分も成長できたらいいなと日々思っているところでございます。次はですね、私たちのプレミアということで、ワクワクしてきます。プレミア近いですが、自分も頑張っていきたいと思いますので、舞台裏動画と楽しみに待っていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。一期一会、縁は大切にしていった方がいいよねと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。